2-on-1 を取るときは、できるならば、こっちから回ってバック行きたいっていうのがあるんですけども、トップにいる選手が結構ベースが強い場合はね、横から逃げようとするよりも先にやっぱ重心耐えてくるんで、こう入っていきたいんだけども、お尻下がって粘ってるような状態とかね、こっち行きたいけどなかなか詰められていけないってなった時に、ここベルトグリップを取っていくという選択肢があってきます。なので取る位置としてはフックスイープを仕掛けていくためには、相手の腕のこっち側からではなくて、この肩ね、肩のラインから取っていく流れになってきます。2オーマンから、まあ、ジョン・ウェイン・スイープでも仕掛けましょうか。取れたら足、フットスタンプの足を足の裏ね合わせるようにして、まずこっちに返すプレッシャーをかける。相手が耐えたところで、そうね、上から取っていきます。この形、オーバーフックのベルトグリップができたら、まず1個目狙っていくのはフックスイープじゃない、隅返しを狙っていきます。せっかくこれ取れてるんで、相手がこうやって耐えてきてる時にフックを入れていくんですけども、前回やったようにバッテン作らない、まだここでフックを入れたら基本的には一緒ですね。フックを差し込んだらこの膝はこう出てるようにしてください。気をつけてほしいのは、まあ、このグリップ解除しないようにね、相手の頭は必然的にオーバーフックの場合は自分のこの顎の下に来る可能性が高いので、こういう感じに押されて顎をこう制されるとディフェンスされる可能性があるので、しっかり肘立てて顎は締めとくこと、自分の顔の下で相手の頭の頭頂部で制されない、これ気をつけてください。頭こっち行かないね、相手のこっち行かない、これもやられてしまうんで、必ず相手の顔のこっち側に自分の頭があるようにセッティングしておきます。これができたらまず後ろに返していくんですが、ベルト引きつけてフック入れたら、このハーフバウムの、ね、足を床に外します。外したら、じゃあ後ろ返しますね。逆エビするような感じと、このフックとベルトを、ね、引き上げて後ろにね、こういう風に返していきます。で、このグリップ外さないですね。そのまま起き上がってプッシュしながらこっちサイドまで来てください。まあ、後ろ行きたかったけど相手がなかなか行かせてくれないように、こんな感じですね。詰めてきたらオーバーフックになります。で、フックを入れると。で、後ろにね、隅返しを狙いたいんだけども、これ隅返しができるのは基本的に今のように相手を前につけるときだけです。ここで、そうですね、アンダーフックと同様にお尻を基本的には下げてくると思います。これがあるとフック入れてもなかなか重いから返らないという状態になってくるんで、ここで初めてフックスイープを狙っていくという選択肢ができます。で、ここからベーシックなフックスイープですね。でフック入れて相手がお尻を落としてきたなって感じたら、このハーフガードの足は外してお尻を移動させてね、ここバッテン X を作ります。で、この流れは基本的にアンダーフックと一緒ですね。このバッテン作らないと、まあ、万が一これが外れたりしたり、相手がね、頭をこっち刺してきた時に、まあ、そのまま潰される可能性があるんで、バッテンがあればこれで潰されないんで、必ずここを作って、この位置取りですね、こっちに来ない、こっち側に移動していきます。で、バッテンができて初めてこいつを外すことができるんで、ここからこの袖を取っていきますね。さっき言ったように頭の位置が基本的にオーバーフックの場合は顔の下に行っちゃうので、これ制されないようにこっち側にずれておく。で、ここからこの腕を狙っていきます。アンダーフックと基本的にはここは一緒ですね。深く取れれば取れるほどいいです。相手はね、相手の頭方向、こっち方向に返そうとすると、ここを支点にね、バランスを取ることができるんで、イメージね、フックスイープで返すときのイメージはここをね、ひっくり返してつけてあげるように、これ深く取れるとこういう回転になってこっち側を押してきますよね。こっち方向に返さない、こっちに返すようにしてください。まずベストなポジション、ここからこれが取れたとき、横にひっくり返して、で、次、まあ、同じですね。ベルトグリップで、ここを取りたいけど、なかなか取れない場合に、まあ、リストもしくは袖っていうなった時に、ここから返していくんですけど、袖の場合は、この背中つけさせたいから、こっちに引きつけるパターンと、まあ、相手がなかなかさ、ここ、粘ってきてて、こっち引っ張ってこれない場合に、押すっていうパターンがあります。なるほど、どっちでもいいですね。まず引く方で返してみますね。引く方は基本的にはイメージはこっちと一緒。
なるべくこっちをひっくり返すように引きつけて返す。で、押すパターン、相手がね、これ、ギュッと、そう、引っ張ってくる。ここまで来たけど、引っ張ってくる場合は、この腿の外に、こいつを押し出すように、こういう感じ。こういう感じで、やっていきます。ひっくり返した後説明していきます。どのようなグリップでもいいんですけども、じゃあ袖で引っ張って返していきますね。ひっくり返しました。返した後アンダーフックと一緒にカットのポジションを作ってほしいんですが、1個だけ違うのがね、こっちがオーバーフックなんで相手にアンダーフックを刺されてしまうというリスクが出てきます。だから一回テイクバックしに行って、要はこうなっちゃうんですよね。せっかく返したのに後ろを取られるリスクがあるんで、ここからの僕のおすすめは、相手がアンダーフックとか食ようものならば、こうね、アームラップとして、まあ小手巻きですよね。小手巻きをして、まあそのまま2カット入れてって、腰返した後に足をね、こう頭にかけると、これでアームロックが決まっていく。こっちの手が決まっていくんで、オーバーフックで相手がアンダーフック来たら、すぐさま巻きつけて、足抜けないなと。まあ結構ハーフとかに粘ってるなって思ったら、まああとこの肘がちょっと緩いと、肘立ててね、こういう風に、まあ、逃げてくる相手がいます。これに対しては、まあ、カントチョークのプレッシャーをそのままかけちゃってもいいと思いますね。頭またいで、こっちね。で、まあ、これで決まるならよし。で、決まらなくても、こういう感じで、ね、足外して、パスガードすることができるので、まあ、オーバーフックの場合はこういった展開がね、おすすめですね。定石ですけども、取りましたと。まずね、ここフック入れた段階で隅返しを狙う。ただ相手をお尻を落としてきた。で、ここからバッテン入れ替えて、次フックに切り替えようとする。フックに切り替えようとするんですが、相手がこいつを取らせてくんない。この手を取ろうとしても、相手がこう粘って、ぐっと隠してくるとかっていう状況になった時に、こっちにフックスイープいけないんで、次はまたね、隅返しっぽいのを狙っていきますね。で、今回さっきと違うのは、X ポジションが、足がね、X バッテンができているとこですね。で、狙っていくのは、股をすくっていくロールオーバースイープ。また下にこの手を差し込んでいきます。で、この時に、この手が抜けてないのがポイントになってくるので、位置取りがこっちずれてると、先ほど右手出してもらって、こういう感じに抜けてしまうんで、必ず体の位置取りは相手のこっち。で、しっかりベルトを引きつけて、肩にね、自分の胸を当てて、この手が逃げないようにしてください。これができたら、また下にね、バッテン作ってるんで、今だったら左足のフックを返しながら、また下しっかりね、パンス掴まないですね。しっかり股を作っていく。こういう状態に、ね、入っていきます。そしたら、この足で逆エビをして、こっちに返し、で、サイドまで持っていきますね。一番初めの隅返しとは、ちょっと、状況が違うので、ここはしっかり練習してください。